お、今日からなんで僕、今日からなんで、ショーもやったでしょ、もう。何で？クランクインの時にインタビューした。明日。明日ですか。明日です。僕やってません。明日やります。なんで後から来た人がそんなスケジュール知ってるんですかね。いやもう、あの、僕も明日一回ちょっと戻らないと。東京の方に。東京？はい。東京なんか行ったことないよ。よう言いますわ。遠いとこやで、東京って。行ってるでしょ、もう昔から。一緒。顔名人劇場の教授、僕のインタビューなんで大丈夫ですよ。ご飯食べててください。何のインタビュー？クランクインのクランクインのインタビューなんですけど、あの師匠のは明日撮りますから。明日？明日、はい、明日改めて。僕明日やろ、君今日？今日はちょっともう時間の関係で師匠、今ご飯食べとかないと、はい、あの後でもうなくなりますよ、ご飯。君そんなに決めてご飯食べる？いや、違いますけど、今ちょうど休憩時間なんで、休憩の時間に今ちょっとインタビューをって、僕が今ちょっと時間いただいてる。教師は明日なんですよね。明日って、明日インタビュー。明日何時ぐらいですか？終わったんで。終わった、明日撮影終わったらこのインタビューありますから、今は僕です。無責任やな。時間もわからんのに、そんなこと言うな。明日ほんま明日あるんですよ。俺は飲み屋に早く帰ってこい言われてるんで。いや、今日はちょっともう遅くなるかもわかんないですけども、明日はもう明日このインタビューありますから。明日このインタビューが、今日師匠が明日このインタビューあるんで、はい、今は僕がインタビューだから、僕は今は邪魔したらあかんわけやん。いや、邪魔じゃないんですけど、ちょっとややこしいなと思って。ややこしい。だけど向こう行けっていうこと。いや、違います。そうじゃないんですけど。吉本先輩も怖いもないな。違います。違う。改めて清志郎のは明日ありますから。いただきます。明日。ね、そうですよね。はい、ちゃんと言うてくれんと。全然。明日ですよね。ちゃんと言うて。第三者に振ったらあかん。二人でネタ作らない。ネタじゃなくて。インタビュー。これちょっと15分ぐらいできたんじゃん。これも無理やり舞台に。